皆さんこんにちは、花です。先日タイに行ってきたので、今日はタイでの購入品を紹介したいと思います。それでは早速行ってみましょう。まず初めはビューティー品以外のものから紹介していきたいと思います。1つ目はこちら、ブレスレットになるんですけれども、お店はね、どこだったっけ、ターミナル21みたいな感じのモールで買いました。のタイ語のチャームがついた、ブレスレットです。これはタイ語ってタイ文字で H だそうなんですけれども、こちらのブレスレットを購入しました。とても可愛い。どれぐらいだったっけ、多分700いくらバーツだから2100円ちょいぐらいで買いました。で、次はこれもね、これバングルになります。ゴールドのバングルなんですけれども、ゾウさんのバングルなの。ゾウさんね、可愛いでしょ。で、内側にもゾウさんがいたり、外側にもゾウさんがいます。こんな感じのバングルを購入しました。これはね、多分ハンドメイドじゃない、わかんない、なんかね、個人でやってるお店っぽかったよ。よくわかんないですけど、はい。あとはセントラルファッションモールだったっけ、なんかそんな感じの、とりあえず洋服がすんごい安く売ってる問屋街みたいなところがあるんですけれども、そこでこれ200バーツだったの。タンクトップ、まあノースリーブのニット系のトップスです。で、ちょっと首がボトルネックになっているね、可愛いやつで、これお仕事用に使えるかなと思って買いました。安い、200バーツで。そこでもう一つ買ったのが、ブラウス、こんな感じのブラウス、かわいいっしょ、ボヘミアンチックで、これが240バーツぐらいです。ちょっと生地は薄いんですけど、中にケミ着ればいいかみたいな感じ。あとはタイと言ったら、バンコクと言ったらカオサン通りだと思うんですけれども、カオサン通りでなんかね、パジャマをいっぱい買いました。ゾウさんのロングパンツ、綿のすんごい履き心地がいいし、ゾウさん可愛いでしょ。ただこれ欧米人用のサイズで作られているのか、足がだいぶ長くてそうずっちゃうので、まあ、下がゴムだからいいんですけど、ちょっと上げて履いてみます。はい、これで母のお土産用にこれの緑を買ってあげました。で、これはなんかね、すごい面白いの。こう上でチューブトップになっていて、下がこうオールインワンタイプのゾウさんのやつなんですけども、チューブトップでも着れるし、あの腰にこれなんだ持ってってズボンとしても履けるっていう画期的なダボダボサイズのオールインワンになっております。まだ履いてないからよくわからない。で、これは、マキシがすっごい可愛かったの。あのね、袖がちょっとピラピャーンってなっている、こんな柄のマキシなんですけれども、そう、これがね350バーツって可愛かった。ただこれも丈が長いのでヒールと合わせないといけないんですけれども、これを購入しました。そんな感じ、洋服は。で、コスメもね、そこまで買ってないです。まずは名古屋で買ったものね、免税店で。名古屋の、空港で荷物をこうチェックインカウンターに上げるときに爪をパキッと折ってしまったので、急遽穴すいで、あの爪やすり2本入りなんですけども、見える？これね、そう、これを買いました。安かった気がする、800円ぐらいで。あとはあの大好きなシューウェムラの五角形スポンジを買い足しました。家にね、たくさんバックアップがあったはずがもうなかったので、やばいと思ってとりあえず買いました。あのこれをベーキング用にこう目の下に私はのせるのにいつも使ってるんですけども、キメが細かくてとってもとってもいいスポンジです。あと名古屋で買ったのがね、ネイル2本以上だよ。ディオールのこの前の秋コレクションかなんかで出たやつです。スカイラインというすっごく綺麗なブラウン、赤茶な感じかな、そう、これを購入しました。これね、一目惚れしててずっと買いたかったんですけども、なかなかあの家の近くの百貨店に行く機会がなかったので、名古屋の免税店で買ってラッキーでした。で、これを本当はタイでホテルで塗りたかったので、そう、穴吸いのトップコートも買ったんですけれども、
あのホテル行ったら毎日もうバタン休しちゃって寝る暇がなかったので結構使ってません。もったいないけど、まあでトップコートはすぐ使い切っちゃうのでいつも、まあ、買ってよかったかなと思ってます。あとはタイにはなんとイラマスカがあるんです。イラマスカってヨーロッパ系のブランドだったと思うんですけど、シュノーニーには入ってました。はい、でまあイラマスカはなかなかないので日本でも買えないので買ってよかったなと思うんですけども、まずはビヨンドパウダーっていうののエピックというカラーです。これはね限定品で出ていて、バンコクでは発売当日かその週かにすぐ売り切れちゃって、たまたま私が行った時再入荷したてでこれは絶対買った方がいいよって言われて買いました。もうこれで見てわかるでしょ、艶の綺麗さ、はあ、大好きな感じです。アイシャドウにも使えるしハイライターにもこう使える感じの色味です。で、あのね、なんだろう、ギラッギラじゃないの、本当に濡れた感じの質感がする、わかる？ちょっとただね粉がねそこまでね密着しないから、あ、わかる、ほらこれ綺麗でしょ。下にちょっとクリーム系のプロダクトを使ってあげるか、ブラシに軽くこう水を含ませてから塗ってあげるととってもとっても綺麗なんです。あのマスクのソフト&ジェントルとかそういうのとはまたちょっと違う、本当に濡れた感じのツヤ感が出るとっても綺麗なハイライターで、アイシャドウにももちろん使えるカラーです。あとはねこれいつも気になってたので初めて買いました、ピュアピグメントのオレ ORE オレだよね、というカラーです。これどうやって開けるの、いつもふん、ちょっと、あ、開いた開いた、う、洋服にちょっとついちゃった、まあいいか。ピグメント普通の何の変哲もないピグメントです。ただ輝きが半端じゃない、ブラウンかな、ちょっとゴールド系のブラウン、わかる、ウィーもう興奮するこの輝きで、ラメもすんごい綺麗なんです。キャン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 みたいな感じのラメ、はあ最高。これはもう単色使いで全然使えます。でこれの、特徴といったら、アイシャドウプライマーは多分そこまで私みたいにオイリーじゃない人は使わないでいけるっていうのと、別にピグメントなんですけど下にクリーム系忍ばせなくてもしっかりとまぶたに密着してくれて、このキャンキラーンっていうのがずっと持続してくれるのが本当に便利です。で単色で使えるのもこのカラーはね最大の魅力でした。全色欲しいぐらいこのフォーミュラはとっても気に入っています。あとリップ、リキッドリップです。これはなんていうやつなんだろうね、商品名わかんないんですけど、リキッドリップのブルームというカラーを購入しました。明るめのピンクベージュ系のカラーなんですけれども、私ちょっとタイで日焼けをしてきちゃったので今の私につけるとあの明るいんですけども、下に濃いめのあのなんだリップライナーとかね忍ばせてあげたらすごく可愛く使えます。で明るいんですけれども、こう血色が悪く見えない明るさの、ピンクヌード系のカラーなので、あの本当にいろんな人がこう使えるカラーだなと思いました。あとは、タイといえばタイのブランド、いっぱい美容ブランドあるんですけども、その中からターン THANN っていうターンの製品を購入しました。私は、オイルフリーの日焼け止め SPF30 の PA3 プラスを買いました。この中にはねシソと、あとホワイトティー、ホワイトティー白いお茶わかんないホワイトティーのエキスが入っていてそうです。で UVA、UVB をブロックしてくれつつも、そのシソとかいろんなのが入っていることによってアンチエイジング効果もあったりするみたいなことを言っていました。で、あのこのターンに行った時にフェイスにつけるもので何かおすすめのものありますかって聞いたら、これがあのいろんな人が言ってくれたのでこれです。ちなみに、The Best Sunscreen コスモポリタンっていう雑誌による、2016年のベスト日焼け止め大賞を受賞した製品だそうです。
で手につけた感じ滑らかだし、かといってベトつかないし、こうスルッとお肌に馴染む感じがあって、あと日焼け止め特有の重さとか匂いとかもなかったので、本当これはいいなと思って買いました。はい、あと購入したのが、これもタイのブランドでパンプリって読むのかなこれはね、タイバンコクの空港で帰りに買ったんですけれども、これのミルクバスボディマッサージオイルボディローションになる 3-in-1 タイプのオイルです。この香りは何だったっけジャスミンとかの香りだった気がするよ。なんかすっごいいい香りだった。うん、本当にいい香り。で、さっきも言ったように 3-in-1 タイプです。お肌が濡れてる状態に使うとボディクリームになりますし、まあローションか。で、入浴剤として使うと乳化して、ボディ、むちゅちゅ、なんだ、入浴剤にもなりますし、あとマッサージオイルとしても使えます。全然ベトつかないし、香りもすごく良かったので、これを購入しました。あとは、ホテルの近くのスパに行って、なんかそこで200バーツ分のバウチャーもらって、ちゃったので、まあ、買わざるを得なくて気分的に買ってしまったのがこちらです。ドイラジャパン、これね、有馬温泉に本店があるスパらしいんですけど、そこのシャワージェル、ジャスミンのシャワージェルを購入しました。で、あとはタイでこちらのパウダーがすっごい有名らしくて、名前が全然読めないんですけど、トランスルーセントパウダーらしいです。で、オイリースキンにいいらしいんですよね、これ。そう、なんかね、空港でも売ってたし、そういろんなドラッグストアとかスーパーでも売ってました。で、3種類ぐらいあるんですけども、これが一番上に置いてあったから、これが一番普通のやつだろうと私は思って、これを買ってきたんですけども、可愛いよね、お花な感じのトランスルーセントパウダーらしいです。夏に良さそうなので、ちょっと明日使ってみたいと思います。あとはこれ、なんかマンゴスチンのボディーソープがすごくたくさんあったので買ってみました。これスーパーで買った。はい、以上で、最後が空港の中にブーツっていうイギリス系のドラッグストアがあったので、そこで買ったんですけれども、サバイアロムというブランドのマンゴーのソフトニングクリーム。はい、マンゴーですまあ皆さんご存知の通り、私はマンゴーが大好きなので、マンゴー製品を買わざるを得なかったわけなんですけれども、何に使うかというと、肘、膝、あとかかととかをこう柔らかくしてくれるクリームだそうです。中にはマンゴーとか、あ、マンゴーのエキスだったり、マンゴーバター、シアバター、パッションフルーツ、ザクロとか、ほんといろいろ入ってます。オリーブオイルとかスイートアーモンドオイルとか。で、これは私このブランドずっと知ってて、なんでかというと友達がここのボディスクラブがすっごいいいよって言っておすすめしてくれて、日本でも神戸、いや違うかも、とりあえず兵庫のどっかとか、まあ、何個か店舗があるのと、あとオンラインでも買えるそうなので、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。以上が私がタイで買ったものになります。皆様の参考になれば嬉しいです。それではまた次回の更新で会いましょう。バイバイ。